今日の関東地方は朝からすっきりしませんが午後も傘が手放せない天気が続きます、えー、こちら先ほど神奈川県厚木市からいただいたリポートですがまあ、動画で見ますとね、雨が降っている様子も分かりますしかなり見通しも悪くなっています午後になりますと 今日は一時的に雨が強まったり風が強く吹いたりしそうですでは現在の天気の状況を確認しましょう関東地方広く雨の報告になっていますポツポツパラパラの雨の報告だけではなくざーっと音を立てて降るような雨の報告この時間だんだん増えてきている状況です雨雲レーダー重ねてみますと現在静岡県などに活発な雨雲がありますまあこれらの雨雲は雨雲がそのまま関東 地方に流れ込んでくるというわけでもなさそうですが午後、特に昼過ぎにかけて関東地方は今よりも強めの雨本降りの雨になるところが多くなってきそうです。ではその様子を見ていきましょう はい午後一時からですがこういった黄色の雨雲も一時見られますそして夕方ぐらいになるとちょっと雨雲予想隙間ができるんですが一旦雨が弱まっても再びざっと雨が降るようなことも今日はありそうです、まあ、一度雨が弱まったり止んだりしても油断しないようにしてください夜九時頃には雨雲はほとんど抜けているといった状況ですそして雨だけではなく風も強まります今後ですね東京湾州 周辺などで今よりもさらに風が強まってきそうですね瞬間的には15メートル前後の風が吹き荒れるようなこともありそうです傘を差していてもね、役に立たないような風、雨ということになるかもしれませんまあ、風がね強まったり雨が強まったタイミングではね、しばらくちょっとお出かけを控えてもいいかもしれません詳しい予報はウェザーニュースアプリでご確認ください